今日は宮崎トークライブに出演させていただくんですけど、なんとじゃじゃん、キムカテラス宮崎ダイニングという恵比寿にあるお店なんですけど、僕もここは初めて来たので、すごく美味しいものも食べられるのかな、楽しみです。行ってきます。では続いてもう一方目のゲストをお呼びしてまいりたいと思います。マットキットのしんさんです。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。はい、ではちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、2ボーカル3ラッパー、マットキットというダンスボーカルグループで活動してます。宮崎県出身、宮崎市出身のしんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。審査はどちらのご出身になるんですか。はい、宮崎市ですね。もう市内の。なるほど、はい、出身になります。なるほど、うんうん、宮崎市の魅力はどんなところになりますか。やっぱり、まあ、先ほども石田さんが言ったように料理も美味しいんですけど、うん、なんか自分的にはすごく人柄がいいなっていうか、うん、人が温かいイメージがすごく東京に上京してから実感してるので、うん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 、やっぱ宮崎の良さはやっぱ人柄も温かいっていうところが良さなのかなと思ってますね。なるほど。ちなみにちょっと先ほどお伺いしたんですけど、はい、このポスターにもある神楽ですね。神楽も審査やってらっしゃったということで、はい、小学生の時に神楽、昼神楽になるんですけど、やっぱりもう神様とは近い存在でずっと生きてきた感じです。すごい、はい、すごい、ね、すごいオールマイティーですね。皆さんも知ってるんじゃないかな。あ、はい、よかった。かぶらなかったですか。かぶらなかったですね。おー、はい、じゃあ、しんさん、お願いします。小渕健太郎さんですね。小袋の。小袋の。はい、あー、宮崎なんですね。絶対買ってないなと思って。宮崎なんですよ。あの安川原。うん。あ、私、知らなかったです。うん。これですね。まさに。まさに。はい。天の岩戸神社の近くにある洞窟なんですけど、うん、ここ、多分近くに行って見えるんですけど、石を3つ重ねると、まあ、願い事じゃないですけど、そういうのが叶うって言われて、パワースポットだ。そうなんです、結構パワースポットで、うん、僕も結構高千穂峡とかめっちゃ好きで、そうですね、高千穂峡、なんかすごくやっぱエネルギーを感じる場所なので、結構ここ僕大好きです。そうですよ。天の岩戸とか、そうですよね。なんか天照大御神の神話とかがこう語り継がれるところとかだったりもするので、それ調べていっても楽しいですね。それめちゃくちゃ面白いと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。はい。宮崎で全国1位の野菜は何でしょうか。野菜。はい。野菜。お二人宮崎出身ということですが、どうですか。野菜はいっぱいあるんですよ。そうなんですよね。だからどれなのかがわかんない。じゃちょっと俺ですか。あ、どうぞ、はい、ピーマン。お、あ、違います。え、ピーマンじゃないの。ピーマンじゃないんだ。え、ピーマンじゃないの。ピーマンかと思ってた。キュウリなんだ。キュウリなんだ。キュウリなんだ。ありがとうございます。宮崎県産はキュウリが1位ということで、はい、私もこれちょっと台本に書いてないで言いましたんですけど、そうです、はい、お、なるほど。嬉しい。じゃあということで、しんさんは、宮崎直送地鶏のたたきをいただくことができます。じゃあちょっとぜひいただいてみてください。うわ、本当に宮崎の地鶏は本当新鮮でね。そうなんですよね。すごい美味しいんですよ。どうですか。コリッコリして、あ、いいな。なんか風味が鼻に広がるっていうか、すごいジュワーって、あー、あー、コリッコリしてます、ね、あー、うまい。あー、地鶏。さすが宮崎っ子。
さん、宮崎の魅力、今日は感じていただけましたか？はい、もう十分に先ほどの鳥もそうですけど、うん、こうやってやっぱり宮崎の方とご一緒して仕事できたことがすごく自分にとっても幸せでしたし、うん、やっぱこういう恵比寿の街にこうやって宮崎のお店があるっていうこと自体はなんか自分にとってもすごく嬉しくて、うん、東京の中心地じゃないですけど、そこに宮崎のお店があることがすごく嬉しいので、ぜひ皆さんも足運んで宮崎を感じてください。ありがとうございます。はい、5月14日に、まあ、東京なんですけど新宿ブレイズという場所でワンマンライブを開催いたします。これがありがとうございます。前編バンド編成で僕たちもバックバンドをつけてのパフォーマンスは初めてになるので、あと自分たちマットキットのメンバー自身が楽器を持ってパフォーマンスをするというあの演出もあるので、ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。そして宮崎もすごくこれからまた暖かくなっていい季節になってくるので、うん、ね、まあ自粛が明けたら行っていただければ嬉しいなと思います、うん、ありがとうございました。ぜひ皆さん宮崎行ってみてください。ありがとうございます。はい、生放送が終わりました。いや、トラブルもやっぱ生放送のつきものなんであったんですけど、なんか皆さんがなんかコメントで会話してくれたりとか、僕のアクセルの皆さんのコメントもすごく分かったのでコメントしていただいてありがとうございました。またこうやって、ね、宮崎に関わる仕事ができるように僕も頑張りますので、またみんなと一緒に宮崎県に行ってライブ楽しんで宮崎県を楽しめれるような日が来ることを願って頑張ります。さよなら、おおきに。